始だ。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフィストさんさん。畜生、こんなげっそうとしちまって。おい。あ、なんだてめえら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはいつも通りアカウントの取引をしてただけなんだ。でも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、なんだか今日はいつもより決まってるなって。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操られてるみたいな。戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまった。一体どうしちまったんだろうな、メフィさあな。突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見える。ひょっとしたらそのせいで奴はおかしくなったのかもしれない。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れない。まあ、噛み砕いて説明するとだな。エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間上にアップロードされてる。エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の記憶を引き継いで仮想空間で活動ができるようになるってわけだ。精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃねえのってことさ。でもそんなことありえないと思う。精神データを守っている防壁は何よりも強固なはずだし。そうなんだよな。ま、でもこんなこと俺たちが考えていても仕方ねえさ。ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了じゃん。いや、まだだ。ザクソンからの依頼は借られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントは全て取り返す必要がある。メフィストさんの端末情報はコピーしておいた。エリカ、解析してくれ。奴が他のアカウントをどこにやったのかを知りたい。うん、ワームも手伝って。はいでしゅ。お、お前お手伝いができるようになったのか。見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取りしてる。アカウントの転送ログもある。そいつだな。なんて企業だ。名前はキャミーバイキングでしょ。これはどう考えてもいや。そのまんますぎて悪ふざけのレベルだね。メフィトさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。一番偉い人の名前はカヤバトールでしょ。アカウントの転送先がその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪う。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。
どうした？行くぞ。サーバに侵入するのは初めてか？感覚は通常のエデンエリアと同じだ。サーバもアバターで行動できるように構成されている。それによるメリットデメリットはいろいろあるんだな。電脳空間にサーバを構築することでセキュリティを可視化して示すことができる。何よりエデンシステムそのものが最先端の強固なセキュリティだ。そのエデン内にサーバを持っているだけである種の社会的信用を得られるってわけだ。従来のハッキングでは内側からサーバーのセキュリティに接触することは不可能だが、アバターで行動できることに加えてデジモンプログラムが、デメリットはもちろんこうやって優秀なハッカーに侵入されちまうことだ。もちろんその辺は管理側も百も承知だよね。その証拠にこういうサーバーは無人であることが多い。なぜなら奴らは自分たちのセキュリティに絶対の自信があるから。俺たちはそこを突く。奴らの自信を傷つけねえよう細心の注意を払いながら。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。アック開始だ。油断するね。ハッキングってのは基本的にセキュリティを破られたと気づかせねえ手を打ち、突破されたことに気づかれると管理側がセキュリティを強固にしちまうからな。こっそり作った裏口をバレないように維持することも重要だ。
今回はその辺は千歳が外から担当している。俺たちは気にせず、このまま最深部まで行ってセキュリティを解除すればいい。デジモンがいる場合、企業がハッカーを雇っている可能性が高い。ハッカーを雇うことでセキュリティレベルは目に見えて上昇する。だがどうしてそこまでハッカーを信じられる？雇い主がハッカーを理解して使っていると思うか？俺に言わせりゃ、ハッカーがいるってことは目に見えない穴が開いちまっているのと同じことさ。なったね。油断するなよ。油断するなよ。
開始だ。悪くなかった。さあ、行こう。上出来だ。よし、セキュリティは解除した、メフィストさんから買ったアカウントは全てあるような。千歳、聞こえるか？おう、バッチシ、あとはこっちでやるぜ。お疲れさん。千歳がサーバー内にあるアカウントデータを吸い出す。俺たちの役割はここまでだ。おやおや、どこの誰ですかね。僕の大事なマネーサーバーで勝手なことをしているのは。かやばか。サーバー主がハッカーを雇わず自分で見回りか。ずいぶん仕事熱心なんだな。雇ったハッカーなんて僕は信用できないんですよ。自分のマネーバンクは自分で見回るのが一番。おかげでこうしてマネーを狙うネズミも釣れたことですし、用心しすぎて困ることはない。そりゃご立派なことだな。ところでそこにあったのは僕がメフィストさんから買ったばかりのアカウントじゃありませんかね。あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんてちょっと許すわけにはいきませんかね。どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われる筋合いはねえな。これだから子供は、これだから最近のクソ生意気なハッカーは、マネーに綺麗も汚いもないのです。マネー、それすなわち可能性。貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が病気を治すことも、憎い相手を屈辱の中にひざまずかせることだって思いのままです。その可能性を得るために努力して、何が悪いんですかね。アカウントを買って何が悪いんですかね。お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた、あとはとんずらこいちまえばいいだけの話だ。俺もこいつには一発くれてやりたい気分だ。このままおとなしく返すと誰が言いましたかね。盗んだ僕の愛しいマネー返してもらいますよ。ついでにアカウントも買ってしまいましょうかね。力を貸してくれ。くらえ。
上出来だ。ちょっと待った。これは僕の負けかね。あ、負けということでいいんじゃないかね。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。こっちはこのままアカウント破壊したっていいくらいなんだ。それだけはご勘弁を。アカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思っているのかね。メフィストさんから買ったアカウントデータが目的なんだろう。なら奪ったアカウントの情報は全て破棄する。企業の帳簿もコピーさせてもらった。今後アカウント狩りに関わったらこのデータは全てネットに流す。分かったな。やれやれ、今時のハッカーってやつはこれだから。まさか本気で正義なんてもののためだけに動いてるのかね。お前の大好きなお金様じゃ買えないものがあるってことだ。お前のアカウント何のことかね。僕が狙うのは企業や政治家のアカウントだ。お前みたいな子供のアカウントを狙って何になるのかね。そいつは嘘はついていない。お前のアカウントはデータの中には見当たらなかった。おい、他にアカウント狩りをしているハッカーに心当たりはないか。さあね、僕が使っていた元締めはメフィストさんだけだ。だが最近はあまり噂を聞かないが、腕のいいアカウント狩りのハッカーのことは聞いたことがある。一時期エデンのあちこちでアカウントを借りまくっていた凄腕で、保坂、そうだ、保坂明だ。保坂明か。これでまた一人悪党を懲らしめたな。上出来上出来。お前どうして茅場が犯人だと思ったんだ。誰かから情報が入ったのか。ねえ、あれ喧嘩じゃない。おいおい、まだ学生じゃないか。なんだ？ほら、さっきまでの勢いはどうした？情けねえな。いざ喧嘩になるとお呼び越しか？なあ、ゆうちゃんよ。あ？なんだてめえ？俺ら今こいつとお話し中なんだよ。邪魔だからさっさと失せろや。おい待て、こいつあいつじゃねえか、あのハッカーって噂の。マジかよ。おい行こうぜ。そんなおやすほっとけ。なんで助けたんだよ。余計なことしやがって。するな、仕方なかったのさ。でもせっかくあいつがかばってくれたのに。きっと気にしないさ。そういうやつなんだろう。メリー子
ましたか？なんでもない。デジタルワールド。